ね、元気があれば何でもできるということでですね、今回このトラックは見た通りですね、猪木ラボということで今フィリピンの政府の皆さんと、進めている最中なんですが、今回のちょっとコロナでねちょっと足踏みをしている状態ですが、人事も早くね世界のゴミをきれいにしようということでトラックが活躍をいたします。どうぞね、皆さんと共に一つには地球をこんなに汚してしまった罰かなと思いますが、なんとかね我々の新しい技術で、地球をきれいにしていこうということで頑張りますんでね、じゃあ一つ世界に送るメッセージとして、いざ1、2、3だ。これから運転をやりますけどね、これをより進化をさせて始めます。1、2、3。これが2万5000、2万ドア上がるんですけどね、もうあの鉄道パイプからないから一瞬でね建設が魔法みたいな話ですけど、あのとりあえずテーマはゴミということで、普通のゴミなんかもすぐに消えてしまうと思いますけど、ね、早く世の中にこう出回りまして、ね、皆さんの力もお貸ししたいと思います。よろしく。焼けてますよね、なんか。もう日が強いからね、いい天気で。朝そうですね、5時ぐらいだな。まあ一軒家ですからね。はい。なので、それが来て泣くんですけど、その前に起きて、もう薄ぐらいから起きた時には、はい。ウグイスが出て、2ついるんですよね、こっちとこってね。はい。両方が、しょって泣いてる。ウグイス起こしてあげないといけないけど、プロレスだってもなんか無観客でやりましたよね、この間なんか。私の知り合いはみんな追い風なんですよね。これしか聞いてないんだ、追い風で。なるほど。この時期に追い風じゃ困るなインドなんかのヤムナ川っていうガンジスの支流です。で一番はフィリピンのスモークマウンテンで、私が一番は十何年前にアマゾンのねイベントマナウスの街がやっぱり川の縁に捨ててあるんですよ。もうすごい、あの大きなゴミの山です。そこに上げた川がその結局は何の手で売ってたか地球の3分の1ともの心臓部と言われるようなアマゾン、地球上市民としてみんなが手を握り合う。ただし情報がないっていうことが一番怖いっていうか、知っていればこれをやれるという、その辺で早く僕はこの発信を、ね、させてもらって、我々の役割は大きいと思います、ね、ぜひよろしくお願いいたします、ね。まあ、この手のものの専門家っていないからね、説明して理解するのはなかなか難しいけど、でもこうやって YouTube も使ったりいろいろしながらですね、かなり、
人たちが興味を持ち出してます。そうですね。メッセージをやっぱり届けないと人は意識をしませんからね。どうぞ先生にも紐をつけて、できればこのもうちょっとコンパクトのものがあったら、そうですね。チークでできるようなものとか。今トラックとあとはその大型のですね施設を処理するためのコンテナ用で、まあ、2つタイプはもう開発はしてるんですけども、最終的にはもっとね、あの小回りの利くあの小型車両っていうんですか、そういったやつも、まあ、作れないことはないので、ニーズがあれば我々は作っていこうと、まあ、フィリピン政府ときっちり今アライアンス組んでますから、それで最終的にフィリピンできちっとこのイノキラボをですね、実験用サンプルとしてですねベースにしていただいて、ここからフィリピンで開発をきっちり仕上げてもらって、フィリピン国内で、あのフィリピンは燃やしちゃいけないという法律があるので、やっぱり分科学分解をしてですね、クリーンアクトで、大気を汚さないというような技術で、猪木先生にあと最終的にはフィリピンの先生の得意のエンズギリで、あのやっぱりフィリピンのためにですね、我々の技術が必要だってあれば協力させていただきたいと。まあこのトラックはインパクトありますよね。フィリピン側のこういうものに対する起爆剤っていうか、大きなきっかけになるん で、先生もおっしゃったように、あの残念ながらフィリピンまだあのインフラが整ってないんで、現場で非常に難しい処理物を処理できると、しかも環境優しいということで、大きな意味あって、このラボを持って彼らがそのプラズマの良さを認識していただいて、フィリピンのために役立てるような技術の大きなきっかけになればいいなと思っております。まあ、あのいろんなこういう情報発信でいろんな国もね、はい、興味を持ってて、はい、してますから、はい、ただやっぱりその専門家が説明しきれないです。だからできればそういう若いさっきの話がありました、はい、地域によってこう処理できるような話を広げちゃうと、どこまで広げていくか、今度ね、水の処理があるだろうし。そうですね。でも先生は今までの経験上、世界中でそういうね、インフラが整ってない国にほとんど行ってるじゃないですか。今回そのパラオとかからも紹介、あの招待されてますよね、先生。あのそうですね、パラオはあのいろいろあそこの島がいっぱいありますね。ゴミの処理やっぱりどうしてんのって、うん、要するにあそこでサンゴのあれで隆起した島だと、と結局土じゃないから、で結局捨てても、うん、残ってしまうみたいな、で結局海洋汚染になってしまう、まあ、そういうことを、まあ、一つずつ取っていけばきりがないんですけど、その処理の方法が分かればね、うん、積極的にそういうものを逆に言えば環境対策する、まあ、みんな環境を歌う人はいっぱいいますけどね、うん、いろんな人が、で何やってんの。やはり今回猪木ラボをフィリピンに持ってくるように、まあ、いろいろその輸出手続きを今進めてますけれども、持ってって実際にプラズマの照射の実験を見せればですね、皆様に対して意識が高まって、環境に対するそのなんか見方も広がると。で我々の技術は本当に処理できないものを安全にできるという技術で、素晴らしい技術なんで、これをぜひ世の中に広めていって、まあ、いろんな意味での起爆剤というか、あの環境に整えていく起爆剤になるためのチャンスを猪木先生が与えていただいたことが非常に嬉しい感じです。人の命ってお金に換えられないから、お金の問題じゃないわけですよね。実際経済とリンクしてはいますけど、そういう目線からちょっと一回離れてですね、やっぱり猪木先生と一緒に、インフラが整ってない国の方が山ほどあるから、そこになんとかお金のことを考えないで、まずはその環境の問題を解決するということを主眼に考えていただいたっていうのは、非常に私にとっても今回フィリピンは非常に大きい起爆剤になるんじゃないかなというふうに考えています。このまま一見にしたので、そうやっぱり見てもらうことは、そうですね、で我々も誰も手が出せない難しいものを安全にできるという技術ですから、ちょっと言っちゃいけないけど、下に人がいっぱいいるんですよでもね、ゴミのこの一回ね、あれを見たら、まあフィリピンがまず最初ですけど、人がいればゴミが出る、ね、そういうんじゃなくて、ゴミをきれいに処理できて、まあ、日本でもあんまり表だっては言わないけど、うん、ちょっと違反をしながらね、処理してます、うん、いやだから本当に私も最初びっくりしたのは、
鉄のパイプがね、4条が僕らの仕事消えてなくなるんですよ。消えてなくなるっていうことが一般的には分かりにくいんだよ。マジックじゃないんです。肉眼では消えてるんですけど、分子レベルでは大気上に分散して、まあ、いわゆるさまよってるわけですけど、まあでもそれが無内化されてる状態なんで、大気に放出しても問題ないと。頑張ってもらって、皆さんそれじゃなくても頑張ってはいると思いますけど、まあ、ともかく私がちょうど記事の祝いをした時に2月20日でしたけどね、うんうん、コロナも早く始まったんですからしょうがない、今度は終わりを早く、うん、まあ、いろんな先生がいろんな研究をされてるようで、はい、情報は上がってますけど、なんでもっといいんだったらやればいいじゃんっていう、いろんなね、うん、日本は本当にもっと積極的に世界のある意味で他ができないことをリーダーとしてやれる、うん、いろんな素材もあるし、うん、ね、皆さんそれだけの知識もあるわけなんです。今回は去年のちょうど今時期、もうちょっと後ですかね、うん、まあ、テレビで拝見したのが、はい、ね、今日に至ってます。もう俺も体ボロボロでね、もういつ迎えが来てもしょうがねえなというぐらいの状況の中で、でまあ、こういう出会えたことの、まあ、一つは生きる望み、目的っていうんでしょうかね、はい、それが大きいとか小さいとかじゃなくて、うん、今一番高齢化社会の中で大事なことは、何かの目的が一つでも見えれば、そうです、ね、あれば、まあ、本当に今日はありがとうございます、ね、いやいやいや、なんとか早く一歩、二歩、三歩前進できるように、最初本当にありがとうございます、はい。アントニオ猪木最後の闘魂チャンネル登録をよろしく。